先行政管区のラーンディル軍に属す、町村である。シェフフィングルントは、ベッツラーの南わずか数キロメートルのタウヌス自然公園内に位置している。シェフフィングルントは、北はゾルムス及びベッツラー、東はヒュッテンベルク、南東はラングゲンス、南はバルトゾルムス、西はブラウンフェルスと境を接している。シェフフィングルントは、ラウフドルフ、ニーダークベムバッハ、 ニーダーベッツ、オーバークベムバッハ、オーバーベッツ、シュバルバッハの各地区からなる。ヘッセン州の地域再編に伴って、1971年12月31日に、ラウフドルフ、ニーダークベムバッハ、ニーダーベッツ、オーバークベムバッハ、オーバーベッツ、シュバルバッハが合併して、新しい町が成立し、古い地名であるシェフ,フェングルントが町名に採用された。 シェフ・フェングルントという名称は、オーバー・クベムバッハの岩の上にあった、クベムバッハ裁判所の古い裁判所管区に由来する。ここに裁判所管区に属す、村の巧妙な家族から選出された、裁判員たちが集まったことを意味している。シェフ・フェングルントの長議会は31議席からなる。シェフ・フェングルントの長長は、無所属のミハイル・ペラーである。 彼は2017年1月29日の選挙で58.6%の票を獲得して対立候補のミヒャイル・ベシュトとマルティン・クローンを下した。この選挙の投票率は58.6%であった。シェフ・フェングルント町は以下の自治体と姉妹自治体協定を結んでいる。ラーンディルバイル交通会社のバス路線によってシェフ・フェングルントは エッツラーとブラントーベルンドルフで鉄道に接続する。ありがとうございます。